村井長頼は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、前田家の家臣。本姓は平氏。家紋は丸の内上和町。通称は、又兵、長八郎、文豪を守る。着難に、村井長寺。天文十二年に生まれ、はじめは、小田氏家臣の前田利久に仕える。永六二年から永六四年にかけて、利休の弟の前田利家が、 織田家から追放されていた時に、長頼りも従い、永六1 2年に、織田信長の命により、利休に代わって、弟の年家が、前田家を継ぐと、それに従って、年家の家臣となった。以後、常に、戦場でも共にあり幾度も、その盾となって救っており、年家からは通称である又左衛門から、又の字を配慮するほど信頼され、石山本願寺攻め、金が、 森城攻め、長篠の戦いなどで、数多くの軍港を挙げる。年家が、加賀国に封じられて大名になると、過労となり、奥村英福らと共に、加賀藩の基礎を築いた。慶長四年に、年家が死去すると長頼りは隠居したが、加賀征伐を行おうとした、徳川家康に対して、前田年長が、母の吉春院を人質に差し出すと、 長よりも、吉春院に従って、江戸に下った。慶長10年10月26日、江戸で死去した。去年63、ありがとうございます。